こんにちは。毎日観光スポットを紹介しているシュウマイです。この動画では岐阜県にある遠見山鉄塔緑の展望台を紹介します。緑の展望台は南天の滝から遠見岩までの周回経路にあります。もともと存在を知りませんでしたが、案内板で見つけて綺麗そうだったので行ってみました。道中の景色は素晴らしかったです。駅から30分程度歩くだけでこんなに大自然に囲まれるなんてとか思いながら歩いていると、気づけば道を間違えて 2km ほど無駄に歩きました。ここが分岐点だったようです。階段が細すぎて全く目に留まりませんでした。かなり険しめの坂を15分ほど歩くと鉄塔まで到着しました。木々で視界が遮られていて景色がよく見えませんね。暑い中割と歩いたのでめっちゃ残念です。ただここは山の上、まだワンチャンあるかなと考えたので、さらに奥の山に進むことにしました。いやー、数キロ歩く程度では明らかに夢はつかめなさそうです。悔しいですが下山します。マジで来やんかったらよかった。しばらくの間は無駄に山に行かないようにします。紹介は以上です。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。